2018明治安田生命 J2 リーグは第21節、今節を終えるとシーズン折り返しとなります。この時間は栃木 SC 対ジェフユナイテッド千葉の一戦をお楽しみいただきます。今日は宇都宮市の少し北にあります桜市、その桜市民デーということもありまして、その桜にちなんでピンクのアウェイユニフォームを身にまとっているというのが栃木 SC、 グリーンのユニフォームがジェフという、まあ、そんな選手たちの今日のユニフォームです。さあ、それでは改めて栃木 SC のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは石川です。そして今日も3バックという予想なんですが、その3バックの一角にヘニキを下げるという、まあ、そういう予想になっています。アウェイのジェフユナイテッド千葉のスターティングメンバーです。前節と同じ、ゴールキーパーはロドリゲス、そしてディフェンスラインは4バックです。茶島、そして近藤、増島、左が高木です。中盤中2枚は熊谷と矢田、右に船山、左が為田、そして前線には指宿とラリベーというメンバーになります。おさあ裏取った、っドリブルで運んでいってクロス、そしてニアでヘッド、先制でフィーライテッド千葉、ラリベーが決めました。茶島のクロスにラリベー、その前の右サイドのスルーパスが非常に良かったですよね、はい、開始7分での先制点になります千葉。さあこのこぼれシュートもらえ、うん、枠を捉えることはできませんでした。西矢のシュートです。最初の競り合いではね、負けてしまいましたけど、うまくセカンドボール拾いましたよね、はい、ファーへのボールになります。ヘッドで、うわ面白い、うわコーナーに逃れました。近藤のヘッド、はい、空時間長かったですね。そうですね、がヘッドで跳ね返しました。さあ裏を抜いて、あシュートだ、クロスがシュートを狙っていきました。いい突破だったんですよね、はい、ただのプレーです。船山クロスこぼれてシュート、あーナイスキーパー、指宿のシュートを止めました。そしてまだあります、指宿から仕掛けて、いや最後また追加点かというところでしたが、ビッグセーブでしたね。いや今のセーブは大きかったですよね、はい、ここはグラウンダーのボールで茶島を狙う、あそこ狙われていた、さあ1対1、ドリブルで運んでいく西矢、ここは船山が戻る、船山も戻ります、あそして挟みました熊谷と、今の船山選手の守備への戻りっていうのは非常に素晴らしかったですね、はい、そうですね、はい、そして今度はジェフチャンスになります。ここからシュート強烈、枠を捉えることはできませんでしたが、亀田のミドルでした。ヘニが1枚カードもらってます。さあそして左サイドに展開、亀田へ、中は3枚います。さあ亀田仕掛ける、さあヘニをかわしてシュート、惜しいシーンでした。おそのプレーオン、岡崎から西矢、西矢からのクロス、大黒ヘッド、ここはキャッチをしていますロドリゲスです。西矢から高く上がる、いやボールヘニキシュート、枠の左でした。あこれつながって福岡からクロス、ファーサイドどうかな、さあ中クリア、こぼれている、うん、これはこぼれ、あいやここで試合終了、1点差のゲーム、ジェフユナイテッド千葉ものにしました。8試合ぶりのクリーンシート、栃木は及ばず、今日も無得点、これでリーグ6連敗、
9試合勝利なしとなりました。